離れてもいいですか、私糖尿病なのでちょっと。あ、いいですよ、いいです、いいです、離れてみててください。口は開かないです。開かない、無理やり流す、無理やりそーっとここまで、で吐かなければいいってことですね。そういうことですね。入れますね。結構たくさん、あ、そんないいんですか、そんなたくさん入れて、これまだ少ない方、この子だ、今 0.5cc だけど、この子だったら 2cc ぐらいまで入る。あ、そうなんですか。これで吐くかどうか見てですね。そうなんです。吐かなければ、でも自力で食べればもちろんその方がいいんで、だけど、ね、もし自力で食べんかったらこれを量を増やしていきます。体温が下がってきて、だから足はもっと暖かいですね、体温が下がってきちゃってるもんだから食べる気力がなくなっちゃって、なんか人間と一緒ですね、体温が下がってきたら、そう、体温が下がって、人間よりもまずいね、鳥は体温が下がって、もう早いですよね、急変するのわかります。あの、もうこの前に小桜インコ、その前に積成インコ、その前も積成インコ